アンニョン、K-POP フリークです。5月2日にデビューを果たしたルセラフィム。謎に包まれていた、オランダでスカウトされた日本人メンバー、カズハがベールを脱いだ瞬間でした。このデビューステージに登場したカズハは、紛れもなくエース。ルックス、身長、立ち振る舞い、オーラは、瞬く間にファンを虜にしました。そんなカズハですが、練習生期間も圧倒的に少なく、彗星のようにデビュー、 V ライブやバラエティの中だけで垣間見れる情報しかありませんでした。5月12日 Weverse 内のインタビューにて自分の言葉で語り始めました。インタビューでは、3歳からバレエを習っていて、だんだんとコンクールにも出場するようになり、プロダンサーとしての存在を意識し始めたようです。その中で、今後私の人生でバレエだけをすることについて随分悩んでいましたと語っています。オランダへの留学期間、コロナ禍も重なり、レッスンも減り、自宅で考える時間も多くなって、将来の進路について悩んでいたのではないでしょうか。そこでハイブのオーディションの開催を知って、自分でビデオを撮って応募したようです。オーディションに応募した映像は、BTS のダイナマイトの振り付け映像とバレエの映像だったようです。またダイナマイトの曲中のダンスブレイク部も入れたそうです。ここまでハイブ関係者自らオランダに渡りキャスティングした等の報道が多かったですが、社内に届いた逸材のビデオを見て、代表自らがオランダに渡り自分の目で判断をして契約交渉を行ったのだと思います。ラップは韓国に入って練習生となり、初めて挑戦したそうです。歌も本格的に始めたのはこちらに来てからで、その前は歌を聴くのが好きで、趣味でカラオケに行く程度でしたとのことです。好きだった K-POP アイドルはブラックピンク。大阪にいた頃、コンサートを見に行ったこともあるそうで、実際にステージを見た時、感動的で涙が出たそうです。インタビュアーは今まで公開されたチェウォン、サクラ、ウンチェラのインタビュアーとは違う方で、これがどこまで掘り下げたものなのか、韓国語で行われたのかなどはわからないのですが、今までわからなかったカズハの内面がとても知れる内容になっていました。最後に興味深かった部分に、オーディション合格の連絡を受け取った時、実は学校でバレエ団のオーディションの準備をしていた時期でした。これからどんな場所でどんなことをするかについて随分悩んでいた時期でもありましたし、これから私に何ができるかもよくわからない状況だったので、どこにも安定した道はないと思いました。そんな状況の中で、これからどんなことがしたいかずっと考えていて、 K-POP というこの新しい道、歌手の道を選択するのが正しいと感じましたと語っています。一人っ子で3歳からバレエを始め、幼い頃からコンクールや留学などで海外に渡り、ストイックに自分自身と向き合ってきたカズハ。この得意な経歴を持つ新人アイドルに、韓国内はもちろん世界中が注目しているのが理解できますね。K-POP フリークでは、 K-POP に関するさまざまな情報をブログ、 YouTube でまとめています。よければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。